っていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺これ絶対好きなゲームだわ。わかる。ちょっと長くできるようにそんなにテンション上げずにやっていこうと思います。始めます。アイドルマネージャーストリーマーズはニューゲームでよろしくどうぞ。グループ名もうここで決めないといけないの。ジャニーズじゃない。ジャニーズ予選入ってるか。グループ名とか決めなかった。うわどうしよう。もうデリエルじゃんこれ。デリエルマネージャーじゃん。あライバル、どういうこと。ライバル男性ってどういうこと。いやライバル女性の方がなんかギスギスとだからこっちにしようかな。ゲームオーバーなし、資金を切りせずプレイ。あーまあノーマルでしょう。大丈夫か。俺ノーマルとかこういうソロギー遊んでいいのかな。一瞬で詰む気がするんだけど。まあいっか。ビルの未使用箇所を選択することでそこに部屋が作れます。はい、わかりました。働く場所が必要です。プロデューサー室を作りましょう。はい、次にスタッフタブを開いてください。スタッフタブ、はい、僕ですね。僕だけしかいませんね。こういうことか。はー、これでアイドルをどこに配属させるか、どういうステータスを上げるかが変わってくんだろうな。所属するアイドルがいなくてはアイドルグループは始まりません。オーディションを開催しましょう。あー一発目は大切すぎる。ブスを引きたくねえ。来たぞ、もう来たぞ、もう来たぞ。オーディションの画面で5人の候補が表示されています。どんな人材方のシルエットの中から1人を選択して。え、1人しかできないの。ちょっと待って、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。うわーむずい。まずね、左はないんだよ。一番これデブやん。これもうデブなんだよ。まあドアンパイこれなんじゃない。シルエット的に俺一番右だと思うね。ボーイッシュな子だ。え、これ結構いいんじゃない。9とか90、年齢18歳。おーおお、全員スキルを持っています。はい、厄介者。は、何言ってんの。グループ活動に参加するときに他のメンバー、 What the fuck、 ありえない。それはスキルとは言いません。デバフです。あ、見れんの。あ、いけんだ。あ、やっぱこいつが団地だ。ちょっと待って、ウグアシってか、エロ。なんだこりゃ。他も開けてみましょう。あ、王道系来たんじゃないこれ。鈍感、いじめやネットの嫌がらせに強い。お、63、今のところ一番いいぞ。年齢18歳。スキャンダルや問題を報告しないは一番問題なんだよな、アイドル系に関して。でラストデブ、絶対デブやろ。ちゃう、いっちゃん、いい。どうした、なにこれ、ゴールドやん。 4% 引いたんだけど。おい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 、決まった決まった、明らかに決まった。86点だもん。ステータスが高すぎる。最低もう3人の、3人もメンバーにしないといけないんだ。了解。まず君は合格だ。ゴールド確定。あとの4人がマジでむずい。まあこの子も硬いかな。ソラちゃんも硬いかな。ソラちゃん硬いな。ドジっ子、ダンスが苦手だけどコメディが得意ってことはダンスさせなければいい話だしね。ダンスなんてこれ育てる意味がないんだよ。バラエティ番組に一生出せないから。イメルダちゃん合格。さあこの3人で頑張っていこう。うん、キャパ的にちょっとこれで終了しようかな。3人から始めようぜ。頑張ります。あよし。家の道は白の道って言うけど私なら大ベスト。ああ鋼のハート持っていますね。とりあえず目を開け。ごめんなさい。きゃあごめんなさい。入り口の段差に気づきませんでした。閉じこなってー。あーあーお前みたいなのが一番使いやすいんだから。任して。
こぎ使ってやるやん。プロフィール画面を開いてみましょう。はい、この画面詳細が確認できます。あー、険悪な相手とかやってできると多分効率が下がるんだろうね。会話ができんの？えっ、呼び出すことできんの？ドッキュン、ね、どうやら準備はできてるやつ。コーヒーで一息つきましょう。あー、アタックが回る。危ねえ危ねえ、このゲーム危ねえ。あー、相手に対する影響力を持っていた場合、特定の目的のためにそれを使うことができます。例えば相手が誰かをいじめていた場合、それをやめるように呼びできます。いずれグループを卒業していきます。卒業について話をすることで、いや俺は30まで働かせるぞ。白石にさせるから。なんかいたよね、白石ってやつ。よし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 。宣伝をこすって時間を進める。で、時間が余ったらアイドルを、部屋に呼んで会話させる。 で配属させて、イエルス開始。よろしくっす。これもう消しちゃう、いらないっぽいな。もうチュートリアルは終わったっぽい。こっから俺のアイドルマネージングが始まるぞ。で、お前ら何できんの？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。左の電球アイコン。うわっ！いや、これ最初からやり直そうぜ。でも毎回アイドル自体は変わるんだ。へぇー。シングルのセンター詰めると好感度が下がる。62。うわぁ、好かない、好かない顔してる。生かしてんなこいつ。おい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 、大丈夫？金出るよね、ちゃんと。おい、チュートリアル2回目だから出ないとかないね。黒金だよね、ちゃんと。はい、来た。はい、強っ。プレイヤーとの関係があまり良くなくてもスキャンダルの噂を伝えてくる。ん？あ、いいのか。プレイヤーとの関係があまり良くなくてもスキャン、あ、いいじゃん。ちくりが強いんだ。はい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 。よろしく。おっ！あ！よろしく。上声は可愛いんかい。オーディション疲れちゃいました。明日から何日かお休みもらっていいですか。ご褒美の時間があればまた頑張れると思いますから。うぜえ、言ってることがうぜえ。ここら辺でやっとこう、宣伝をな。ファンって集めるの大変。7人ずつしか増えねえよ。マジきつい。いや、これアイドルの給料マジ下げていいと思うんだよな。200% の満足度で、働かせる必要マジでないと思うんだよね。いや、だから、マジで、本当に、マジ、ネタ抜きに一番最初で脱ぐのが早いから、女性アイドルって。ババフミか、クラシナかな、小倉優か、ガッキーも最初なんで、長澤まさみも脱いでるからね。いや、これ事実だよ。で、どん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 俳優とか、そういう道を切り開いて、グラビアしなくなってくんだから。アイドルスタートってもう、ね、なんだよ、効率的じゃない。まず脱ぐとこからスタートしよう。よし、準備して。これ、一匹に絞った方がいいのかな？一匹に絞った方がいいのかな？一匹に絞った方がいいのか？それはちょっと、いいえ、そこはちょっと許して。これはゲームの中のキャラクターとして、女性のことを引きと呼んでるわけではなく。一回ここは時間を過ごさないといけない。俺、お金これ大丈夫？バカバカ減ってってるんだけど。おい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 、よく見たらペースやばいじゃん。ちょっと待って。さっきアイドルの給料ってどうやって減らしたっけ？ここだ。給料だ。ここをちょっとまず減らすわ。おお、でも、いやー、お前らゴミすぎんか？なりかちゃんめっちゃ頑張ってるじゃん。売り上げ。でももらいすぎだね。
いや、何かちゃんに文句言われて困る。何かちゃんに文句言われて困るから、何かちゃんまんまで、お前らちょっと、こんなもんかな。こんなもん。しょうがない。お前らがまた活躍するようやったら給料上げるから当たり前ではあるけど。そろそろじゃない？まあ大安定ポップスでいいんじゃないか？ダンス、メタル、ロック。いや、ポップスでいいでしょう。大安定でしょう。ライト層を取り込もう、ポップスで。さあ、ファーストシングルの生活、早いよ！早いって！ファン101人しかいないのに作っていいの？曲名を自分で決めるのむず。待てよ、ハーレム学園だから、ハーレムチャチャチャだな。最初はこんなもん。最初は、自分のグループ名を、曲に入れるって大切なんだよ。曲のジャンルを選ぶ。はい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 。高いよー。次に CD 生産枚数を、うわーもうデジタル配信にすればよかった。在庫抱えたくないんだけども。どうしよう。5000万枚ぐらいかな。マジでどうしようこれ。ファンが全員買ってくれないと考えて、でも今後できたファンが買ってくれるとも考えて、150か。150だな。いや、ファン100人しかいないけど、今後のことを考える。俺は未来を見てる。伝説の CD となる。ハーレムちゃちゃちゃ。得意分野なんだけど。いや、制作にかかりますか。で、ここら辺も。シングルの、あと、作曲行きましょう。お願いします。イエルス。はい、イエルス。これ終わったらシングル発売じゃない？ 150 枚。ファンの数が190人。やっぱ150作って正解あったな。100だったらちょっと足んなかったぞ、これ。俺たちのファンは熱狂的だからな。なんか雑談に飽きられてるんだけど。ああ、雑談ですかとか言われた。せえな、お前との友好関係を深めたいんじゃ。ついに俺の我が事務所はファンが200人になりましたよ。200人ですよ。それで終わりっす。おい、ちょっと待って。きたー、ハーレムちゃちゃちゃ、伝説のシングル150枚、世界に発信、ドカン。はいはい。あー、頼むぞ、頼む頼む頼む、見たり見たり見たり。くわー、なんでやねん。なんてやねん！これちょっと、赤のところ多すぎでしょ！動かないの今から。え？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。お話になりません。お話になりませんけれども。